皆様お元気でしょうか。ベルシアンでございます。今回ご紹介するのはですね、私が趣味で集めているプロ野球カードの開封動画です。今までね、開封動画を集めてきましたが、今回はそれを3回に分けて動画を上げたいと思います。つまり途中経過ですね。で、今回はですね、その1として、ファイターズ編をご紹介したいと思います。それじゃあご覧ください。はい、こちらでございます。こちらとね、こういう選手でございます。玉井選手や、これは横尾選手のね、直筆サインカード。これ2017年の、これ BBM さんの方のカードでございます。こちらがですね、言い忘れました。こちらが多分2012年の、ね、ファイターズの直筆家の BBM さんのカードでございます。で、私、これ皆さんもとりね、皆さん何回もこれ上げてますのでね、これは私のお気に入りでございます。中田翔選手と杉谷健士選手に玉井最翔選手と、これが2軍のマスコットでございますね。で、こちらがですね、この BBM さんのこれは多分、プレミアムの、ね、カードでございますね。森山選手でございますね。で、こちら隣のは、ね、金子千尋投手でございます。で、この隣がですね、中島選手と、八千選手でございます。これはね、2019年でございまして、さっきのが2018年のね、ファイターズのね、カードでございます。で、こちらがね、2019年のこれ、ブリリアントのカードでございます。こちらですね。こちらはね、大変お気に入りの西川選手でございます。で、隣にあるのが宇佐美選手でございますね。で、こちらですね。この左側にございますのが、加藤投手でございます。で、この隣が、キャッチャーのね、コーチにもあります、鶴岡捕手でございます。兼コーチですね。で、こちらがですね、キャッチャーのですね、石川捕手と、平沼内野手でございます。で、こちらがですね、ちょっと私これ、なかなか貴重なものと言いました。2004年、古い選手ですね。こちらがね、池田豪樹選手でございます。こちらはですね、向川高校出身のね、数少ない選手でございます。以上でございます。ね、皆様もね、あと10月になればですね、もっとね、新しいのが出ますので、そちらの方もね、動画を上げ続けていきますのでね、ぜひこちらの方もぜひご覧ください。本日はね、私のね、プロ野球カード開封動画、ね、総集編、ね、第1弾の、ファイターズ編でございました。次回はですね、その他の選手の直筆サインカードも、ね、紹介いたしますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは失礼いたします。ベルシアンでした。